ケーラー照明は、面を均一に照明するための光学系の形式の一種で、ある。アウグスト・ケーラーが1893年に、考案した。光学顕微鏡での標本の照明や、プロジェクタなどの投影機、フォトリソグラフィなどの光源として利用される。ケーラー照明の心図。光源上のすべての点からの光が、照射面上の一点で混ざり合う。 光源上の一点から出た光は、照射面全面に広がる。投影用、ケーラー照明のコーズ。F がフィルム面、F が投影された像である。F、F ともに、光源全面からの光が混ざる面であるため、均一に、照明される。電球のフィラメントなどの通常の光源は、軌道に、ムラがあり、均一に発光していない。そのため、明るく照明するために、 光源の光を単純に突レンズで集めたのでは、光源の軌ム村が照射面に現れてしまい均一な照明ができない。また、照射面を突レンズに近づけると、ほぼ均一に照らせるものの、光があまり集まらないため明るく照明することができない。ケーラー照明では、光源の軌ム村が照射面に現れないよう、それぞれ別の役割を持った二つの部分からなる。 光学系を用いる。周光レンズは光源の実像を投影レンズ上に作り、投影レンズは周光レンズの実像を照射面に作る。つまり、周光レンズの役割は光源からの光がより多く投影レンズを通るようにすることであり、投影レンズの役割は光が均一な面を照射面に映し出すことである。また、プロジェクタや写真用引き伸ば式などに、 ケーラー照明を用いる場合、フィルム面の実像をスクリーンに映すのが目的である。ため、先の例とは少し異なる設計が用いられる。どちらの場合にも、周光レンズの像面からは大きく外れた面を、投影レンズで映し出すことになるため、照明ムラは最小限に抑えられる。光学顕微鏡で分解能を高めるには、対物レンズの開口数を大きくしなければならない。 しかし、標本を透過光で照らす場合、照明も同程度の開口数がないと、対物レンズの開口が一部しか使われずに無駄になってしまう。照明光を周光レンズで周光するだけでは、光源との距離を大きく取れないため熱の影響を受けやすいことや、視野のみを照らすように絞り込むのが難しいので明光が発生しやすいことなどの欠点がある。単純なクリティカル照明では、 標本面に結像する光源のフィラメント像が観察の邪魔になる上に標本上に熱が集中するという欠点があった。これに対してケーラー照明では光源を直接用いるのではなく周光レンズを通した光を標本に加える。このことにより以下のような利点がある。ありがとうございます。